こんにちは、エンタメゴシップニュースです。ドジャースの大谷翔平選手が53本塁打&55盗塁の成績で注目を集める中、他にも注目すべき記録があります。現時点で大谷選手の塁打数は391でメジャーリーグでトップです。アメリカのメディアは2001年にサミー・ソーサら4選手が記録して以来となる400塁打に大谷選手が到達できるかどうかに言及しています。 MLB 公式サイトが今季終盤の見どころについての記事を掲載し、大谷とジャッジは400塁打に到達できるかと注目しています。信じられないかもしれないが、大谷はさらに歴史を作るペースにあるとも評価されています。400塁打達成は2001年にサミー・ソーサ425、ルイス・ゴンザレス419、バリー・ボンズ411、トッド・ヘルトン402以来23年ぶりとなります。記事によると、大谷選手は現時点で391塁打を記録しており、シーズン406塁打ペースで進んでいます。一方、メジャー2位のヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は379塁打でシーズン394塁打ペースです。大谷選手は今月19日、日本時間20日のマーリンズ戦で6打数6安打、本塁打3、2塁打2という快挙で一気に成績を伸ばしました。一方、ジャッジ選手については今シーズンのほとんどで400塁打ペースだったとしながらも、16試合で本塁打がないなどの影響で現時点では400塁打達成の可能性は低いと伝えています。それでもメジャー最多の55本塁打を記録するジャッジの驚異的な爆発力に触れ、ジャッジがいつでも急上昇する姿を私たちはこれまで何度も見てきたと報じ、400塁打達成の可能性がゼロではないとも評価しています。21日、日本時間22日、アーロン・ジャッジ選手はシーズン55号ホームランを達成した後、記者からドジャースの大谷翔平選手との比較について質問を受けました。大谷選手との比較にプレッシャーを感じるかとの問いに、ジャッジは驚くべき発言をしました。どうか大谷と私を比較しないでください。彼は素晴らしい仲間であり、象徴的な存在で生きるインスピレーションです。大谷は私がずっと尊敬してきたアイドルであり、親しい友人でもあります。私たちの間に競争はありません。むしろお互いに切磋琢磨し、前進するための原動力ですと語り、大谷に対する高い敬意を示すとともに、二人の間に個人的な競争がないことを強調しました。ジャッジ選手と大谷選手は互いに友情と尊敬を持ちながら、優れた MLB 選手として共に成長しているのです。ジャッジ選手は本当に素晴らしい選手で、大谷選手が本塁打数で上回ってもジャッジ選手が劣っているわけではありません。大谷選手がそのような選手と対等に比較される存在であり、逆にジャッジ選手も大谷選手と肩を並べて語られることは驚くべきことです。大谷選手が日本人メジャーリーガーとしてここまで評価されるのは前例のないことです。アメリカでは本塁打が特に注目され、 MVP 議論でも本塁打の数が重要視されがちです。日本では本塁打だけでなく、ピッチャーとバッターの駆け引きや試合展開にも関心が集まります。何より大谷翔平選手の名前が MLB の歴史に刻まれたことが嬉しいです。大谷選手はメジャーリーグで間違いなくトップクラスのバッターです。ジャッジ選手も素晴らしい選手ですが、2021年以降の大谷選手の全体的なパフォーマンスはそれを上回ります。専門家も大谷選手のメジャーリーグでの打者としてのデータは理解不能だと評価しています。大谷選手は2021年と2023年に二刀流選手として満場一致で MVP を獲得し、2024年には打者として再び満場一致で
MVP に選ばれました。これはジャッジ選手ですら達成できなかった偉業です。さらに大谷選手は総合力が高く、怪我をしないことも大きな強みです。打者としての大谷選手は明らかにメジャーリーグでナンバーワンであり、この事実に異議を唱えるのはアンチ大谷だけでしょう。ジャッジ選手も本当に優れた選手で、打率が高く、本塁打率も素晴らしいです。今後の成績次第では、三冠王の可能性もあります。守備では強肩を誇り、2メートルの身長ながらも、機敏に動き、毎年2桁の盗塁も記録しています。一方で、大谷選手も、二刀流として驚異的な選手であり、来年は投手としても再び、素晴らしいパフォーマンスを見せるでしょう。50本塁打と50盗塁という記録は前例のない偉業です。どちらが優れているかというより、両者が共に素晴らしい選手であると認めるのが適切です。ジャッジ選手と大谷選手の活躍を目の当たりにできる。私たち野球ファンにとってこれほど嬉しいことはありません。2人は直接対決しているわけではなく、所属するリーグも異なるため、無理に比較する必要はないと思います。それぞれのリーグでナンバーワンなら、それで十分ではないでしょうか。もしワールドシリーズで対戦することになれば、その舞台でのパフォーマンスを比べるのは、興味深いですし、ファンも盛り上がるでしょう。打撃の指標だけを見れば、ジャッジ選手が大谷選手よりも、優れているかもしれませんが、野球全体で評価するなら大谷選手が上だと思います。ジャッジ選手には55盗塁や200奪三振はできません。 MLB の150年の歴史の中で50本塁打と50盗塁を達成した選手も、同じシーズンで規定打席と規定投球回数を満たした選手も存在しません。だからこそ大谷選手はファンや他の選手からも深く尊敬されています。打撃だけなら、ジャッジ選手と大谷選手はいい勝負ですが、守備や総合力を含めた評価では、大谷選手の投手としての活躍が光ります。ジャッジ選手のような打撃力を持つ選手は過去にもいましたが、160km を超える速球を投げ、パワーとスピードを兼ね備えた打者は過去に例がありません。つまり、大谷選手は史上最高の野球選手と言っても過言ではないでしょう。 MLB の個人賞はリーグごとに分けられており、両リーグで誰がナンバーワンかを決める方法はありません。それはリーグによって環境が異なり、結果の比較が無意味だと理解しているからでしょう。大谷選手の活躍が話題になるたびに比較されがちですが、そろそろやめてほしいと感じます。それだけ彼が特別な選手だからこそ、こうした話題が尽きないのです。最近は大谷選手の本塁打が減っているものの、依然として高い打率と OPS を維持し、四球も多く選んでいます。昨年までの大谷選手は四球を増やしながらも、しばしば振りに行って三振することがありましたが、ジャッジ選手は確実に打てる球だけを狙っているところが素晴らしい。パワーは大谷選手と同等に感じますが、自分の打撃ゾーンに集中して取り組む姿が印象的です。いつか大谷選手とジャッジ選手が同じチームでバッティングする姿を見てみたいものです。毎日大谷翔平選手の歴史的な偉業を目の当たりにし、その素晴らしいパフォーマンスに心が躍ります。この記録は今後数十年破られないのではないかと思いますし、これからも記録を更新し続け、私たちを楽しませてほしいと願っています。もし大谷選手に挑むメジャーリーグの誇りをかけた強力なアメリカ人ライバルが登場すれば、リーグはさらに面白くなるでしょう。大谷選手一人が支配するだけではメジャーリーグの魅力が欠けてしまいます。評価基準が多様であることから、今年はジャッジ、来年は大谷、さらに他の選手も加わり、激しい争いが続くことを期待しています。MLB が客観的に判断できるように理論的な数値を提供するのは理解できますが、全ての主観的な要素を排除してしまうと、
実際に感じる凄さとのギャップが生まれるでしょう。数字だけ見ればジャッジ選手が上かもしれませんが、ドジャースファンだけでなく野球を愛する誰もが今年の顔は大谷翔平だと認めるはずです。彼は漫画でも描かれないような試合を何度も見せてくれました。これからも記憶に残る偉業を積み重ねてほしいですね。ジャッジ選手も本当に素晴らしい選手ですが、大谷選手の存在がジャッジの潜在能力を引き出している部分もあるでしょう。ライバルの存在は本当に大切で、彼らはお互いに感謝していることでしょう。たとえ所属するリーグが異なっても、メジャーリーグ全体を見渡せばこの競争は避けられません。彼らが競い合い続ける限り、そのパフォーマンスは常に際立って素晴らしいものになるでしょう。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。